そこじゃないですよ、そこ回せばよかったんですね。かわいそうでしょ、インク吹きに来るし。そのために制作会社入ったんじゃないよね。広がっちゃった、うん、こんなことをしたくてね、面白い番組作りたくてね、テレビ業界入ったのに。あんまり集まってこないで。大事に見えるから。なんかやめて、大事に見えるから。すごくやらかしちゃったから。この人ガチの人だよ。特殊な薬品持ってきた。加瀬先生の尻拭いはこれくらいにして、添削タイムへ戻りましょう。